日坂は東海道五十三次品川宿から数えて25番目の宿です。本陣跡や考察場跡、旅籠など街道文化を今も多く残しています。脇本陣閣の旅籠川坂屋は掛川市指定有形文化財です。川坂屋には床の間付きの上段の間があり、当時金製だったヒノキ材が用いられています。身分の高い武士や公家が宿泊した格式の高い旅籠であったことをうかがわせます。襖には山岡鉄舟、岩屋一六、鳴瀬大器などの神筆を見ることができます。精巧な木組みと細かな格子、移りゆく時間と季節、欄間の松竹梅が時間の経過とともに浮かび上がります。川坂屋に身を置いて江戸の面影を、職人たちの粋な技を感じてみてはいかがでしょうか。土曜日曜祝日には一般公開しています。街道文化を次世代へつなぐため、地域のボランティアの皆さんがご案内します。今も昔も変わらぬ宿場の嬉しいおもてなしです。